久保さん。あの、ネットビジネス、どうしようかなう。まあ、あの、場所は関係ないってことですね。まあ、僕が、あの、鹿児島に独立して旅立つときにめちゃ言われたんですけど、吉田さん、鹿児島行って大丈夫ですかみたいな。僕思ったんですけど、別に、どこでもいいわけですよ。<laughs> どこでもやってること一緒なので、だからインターネットって、 本当にば、あのー、なんか、まあ今コロナでだいぶ見直されたとは思いますけど、その東京一挙集中型意味あんのかみたいなね。だから今年の初めあたりに GMO のね、インターネット大手 GMO1000 億企業の熊谷社長が、あのー、なんだ、在宅ワークにしても売り上げ変わんねえみたいなね。<laughs> 渋谷にバカでかいの建てていい GMO すごいですからね。渋谷の一等地にオフィス構えてバーンみたいな感じですから。ああ、変わんないっていうね <laughs>。だからまあ、あの、インターネットのいいとこって本当に僕は鹿児島に行ってすごく実感したことが、ああ、本当変わらないってことです。だぶっちゃけ、その、風景変えたいんだったら、なんか今、あ,あるんですよね。普通にその、なんだ。 あウェブカメラでもなんか風景変えられるみたいな。ズ,ズーム、であったな。そう、ズーム前に、まあ、利用してたら、ズームでなんか背景勝手になんか、バックピラミッドにできたりとか <laughs>、ハワイにできたりとか、まあ、ズームの機能の中にありましたね、確か。うん。だからどこでやってもや、ね、あの、風景が変わるだけで言ってること変わらないので、うん。だから、 あんまり気にしなくなりましたね。なんかそのプロモーションやるときだけ、ちょっとね、その風景的なのを撮ったりとかしますけど、最近なんかあんまり気にしなくなりましたね。うん。別にどうでもいいかなっていう <laughs>。うん。ん。あの、風景が変わろうが変わらないが、なんだろうな。どこにいようがいまいが、うん、やること変わらないので、 カメラに向かって喋るっていうことで。うん。まインターネットのすごいところってそ、そこっすね。どこ行ってもやること変わらないっていう。結局僕はもう何の影響もなかったですね。あの、鹿児島に行って。うん。まあ、めちゃめちゃ言われましたけどね。だからやっぱね、田舎暮らしが一番いいと思いますけどね。田舎が。うん。 別にその、なんだ、おしゃれに、なんかおしゃれにふしたかったらすればいいだろうし、僕の熟成さんでやたらおしゃれにしてる事務所の和室さんっていう方いらっしゃるんですけど、まあそうすれば取れるし、別にそうしなくても取れるし。だから結局ね、あの、僕が行き着いたのが、 前そのプロモーションやってる時沖縄行ってわざわざね、これもね実際本当リアルのお話、数字のリアルのお話をさせていただくと、沖縄行ってそのジョイントでね、プロモーションして、プロモーションのその沖縄の映像を撮るために沖縄はわざわざ行って、ドローン飛ばして、で、参加名回して、で、編集入れて、販売したんですけど、まあ売上げ大した変わんないっていうね。ぶっちゃこれでも売上げ変わんないですよ。 てかもうこのスタイルになってるんで別にさ編集いらないですねうんだからその結局そのお客さんがもう情報ビジネスって情報なんでうーんまあイメージは大事かもしれないですけど結局その人の言ってることがどうなのって話でどんだけ素晴らしい景色だったとしても言ってることが微妙だったら多分あんま入んないだろうしうんだからまあ映像をきれいにしてもうーん風景変えても ドローン飛ばしても売り上げ変わらなかったっていうね。これが僕のデータです。いろいろやった結果うん。だから今はもうウェブカメラ。このウェブカメラ。<laughs> まあ一眼で撮る時もありますけどね。一眼で撮る時たまにありますけど、それはシリーズによって分けてる部分はありますけど、基本的にもうウェブカメラでいいかなっていうところにもう最終局所を落ち着きました。 で、あのー、今年、その、キャノンの E、あのー、一眼レフですね、R6 ってやつがあるんですけど、あれ買おうと思ってたんですけど、やめましたね。そこじゃないなっていう。うん。まあ、ほんお金にゆとりできたらも、もっとゆとりできたら、あの、買ってもいいかなと思いますけど、まあ、ウェブカメラで十分ですね <laughs>。 ウェブカメラがね、一番簡単ですね。取り込まなくていいんで。パソコンで撮って、パソコンでボタンを押して、パソコンで,で保存されるんで、それもうバーンってアップロードできるんで、一番ウェブカメラがかあのコスパが僕は一番いいですね。あと、まあマ、マイクはね、これ買いましたけど、ウェブカメラとマイク、うん、でいいんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろん今、ノートパソコンだったら内蔵のカメラとかもありますんで、それでもいいと思います。 うん。だ、これは、あの、ちょっと2万円ぐらいのウェブカメラなんですけど、まあちょっと、あの、Mac の、えー、Mac に入ってるウェブカメラより、えー、ちょっと画質はいいですね。うん。うん。うん、YouTube 始める機材いらないですね、これぐらいで。十 <laughs> 分ですよ。てか、久保さんもね、なんだ、10年か7年か8年かけて、あの、今の、あの、ソニーになってますからね。 なんか、久保さんっぽくないですもんね、最近。最近やたら綺麗だから久保さんっぽくないですもん、なんか <laughs>。なんかね、YouTuber の人が言ってたんですけど、あの、おっさんの顔そんなに綺麗に写してもしゃーねーんだけど、でも綺麗に写したいなと <laughs>、なんかぼやいてたんですけど、うん、いろいろやってきたんですけど、あんま関係ないですね、本当に。な自己満です、本当に。自己満だと思います。 うん、な機材とか、うんまあ動。動画に関してはね、まあ、あの音声聞こえないとあれなんで、まあ、マイクはあいいのあった方がいい、まあ。よく聞こえるんでね、マイクはあった方がいいかもしれないですけど、別に、キングコング西野さんとかもう音声のみですから、YouTube。情報ってか、まあ、音声があれば十分かなというところでございますね。うん だからそのコンテンツビジネスで Mr.X っていう人80億ぐらい稼いだんですけども、その人も音声ですもん、ずっと。ずっと音声でしたね。うん。だそれでいけますからね。うん。だからなんか、編集とかなんか、その見たくれは、うん、どうでもいいのかなっていうとこですね。行き着いた答えが。 うん、シンプルでも。てかもう全部真っ白でいいんじゃないかなみたいな。背景全部真っ白。今ちょっとカーテンありますけど、なんかまあ真っ白でいいんじゃないかなっていう。うん。はい、だからま,あまとめると、あまあ機材が必要ないってことですね。機材は。うん、最初久保さんがなんか Google c h r o m e b o o k がね、吉田さんこれ Chromebook 買ったんですよみたいなね。 2万円ぐらいのね、これでやってるんすよみたいに言ってましたけど、もうほんとね、ネットビジネスって、あの、お金稼いでから機材を買えばいいかなと思います。僕ね、ほんとね、これよく質問いただくんですけど、あの、カメラ何使ってますかとか、マイク何使ってますかとか、よく言われるんですけど、その質問をする人は、まあ、大抵続いてないですね。 うん、なんか、これがあったらできるみたいなね。これがないとダメだと。関係ないですよ。だから、まあ、億万長者合宿でも久保さんが言ってくれてますけど、その手持ちのカードでいいんですよ。僕も一番最初、あの、こっからですから。もうこっから。もうこれからです。本当にこれからです。もうあの、なんだ。三脚もなかったですから。こっからスタートしたんで。それで何千本撮りましたけどね。うん。で、一番最初に買ったのが、ドンキホーテで売ってる、売ってた千円ぐらいの、 iPhone 用 iPhone の三脚ですね。で、それ2、3年使いましたけど、それで2、3000本撮ったんですけど、うん。だ今最近もう iPhone で撮ることがないですね。iPhone で撮るとデータ転送しないといけないんでめんどくさいんで、ほんと今このスタイルに落ち着きましたね、僕は。ここもうこれでいくっていう、<laughs> パソコンのウェブカメラでいくっていうスタイルに落ち着いたかなと思います。で、たまにね、 まあ、自己満で一眼レフ通りますけど、吉谷の流儀みたいなのやってるんですけど、それは一眼で撮ってますけど、うん。これでいいんじゃないですかうん。まあ、久保さんもだって、ずっとあそこの場所からずっと撮ってるだけなんで、あそこの定位置からね、ずっと撮ってるだけですから。たまにね、たまに外出た時とか外撮りとかしますけど、基本、いつもの場所で、 いつも通り喋る。ただこれだけで稼げるわけです <laughs>。だからこれね、やっぱね、柴田さんですね、僕は。本当に。柴田さんもこんな感じで、ここ、壁紙来たね、みたいな感じでずっとやってたんで。僕はもう柴田さんの真似なんですけど、完全に。うん。で、あとは逆に言うと、その機材に頼らない、画質に頼らない。要は自分の腕一本でいく。トークスキルだけで一本でいくっていう。 ここ結構あったら強いと思うんですよね。なんか映像が綺麗だからっていう武器もあるんですけど映像を綺麗にさせる編集に凝るってなるとキリがないっすね。僕もできますけどね。うん。そう。だからまずはあーノー編集でいいんでカメラも iPhone とかでもいいですから それで動画慣れするってことが大事じゃないですかね。喋るのに慣れるっていうのが。うん。であとはね、僕思うんですけど、今やっぱその芸能人の方とかもめっちゃ入ってきてて、テレビ番組っぽくなってるんですよ。みんな。だそれって YouTube の良さがないのかなっていうのも一つあるんですよね。だからこういう感じの方が素人感出るじゃないですか。脳編集で。 画質もまあ、そんなに綺麗ではない、まあ普通というか。まあこれ素人感はありません生っぽいですよね。てか YouTube って個人のプラットフォームなのに、まあテレビ化してる部分あるので、なんか個人の味の良さっていうのが逆になくなってきてるのかな。だからこそ個人の味の方がなんか面白いっていうところあると思うんですよ。 うん、まあ、どっち行ってもいいんですけど、ただ僕は、結局そのテレビ番組、うん、テレビ番組っぽくてテレビ番組ではないのが YouTube、個人のメディアだと思うんで、個人のメディアがテレビっぽくしたら、テレビの方がクオリティ高いので、テレビに勝てないですよ。NHK の大河ドラマに勝てないですよ。何千万とかかけてるわけですからな、何億か分かんないですけど、勝てないですよ、クオリティに。うん。だから、どうせ、その、 プロに勝てない、な、プロに勝てないので <laughs>、素人で言っていいんじゃないかなっていう。うん。でそれで稼げないってことだったら、久保さんのあのスタイルでできないですよね。<laughs> ずっと <laughs>。あれずっとな、何年もやってると思うんですけど、稼げてなかったらね、飯食えないだろうし。<laughs> そう。僕もそうですけど。うん。 まあ編集とか機材は自己,、うん、自己満足ですね、はい行ってらっしゃい